その先、直進方向です。これか、これか、あ、東尋坊って書いてある。東尋坊って書いてある、ほら東尋坊って書いてある、ほら東尋坊って書いてある。うん、まもなく 90m 直進、その先 200m で目的地周辺です。夏が近くなるとみこしでホラー映画やるけど、せんちゃんは賞賛あるの？どれ？たす、今、お、おー、間に合ったから入荷嫁、入荷嫁、あ、入荷ありがとうございます。ここに、ぬからぼからの自販機が残ってた。たしよ、入荷来たやん、入荷嫁、入荷ありがとう、入荷嫁でとうございます。入荷ありがとう。ハキ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 、ホラーだ。せんまさん、大会したよ。おいしいのチャンネル、おめ入会。なんで大会したの？多分ツイート、多分ツイート。では大会します。うん、ここが用心棒か。大会おめ。電波大丈夫っぽいな。大会おめ。なんで大会したの？大会おめ。すでに怖い。一人入会すると二人大会するレーサーは。準備します。大会大会、さて暗い、カルマあったけど他に誰いるのか、誰かいるね。これ大会し大会、電話ボックス先に行くの？うん、ちょっと行ってみよう。大会します。入会して大会するの？棒読み消すわ。グッバイ。よいしょ。準備しよう。オラワクワクすっぞ。どんな強い幽霊が出てくんのかな。オラワクワクすっぞ。懐中電灯を電池を入れて、ちょっと待っててね。3、4分待ってて。知れんな。よいしょ。ワクワクが押し寄せてくる、泣いてる場合じゃない、おっぱいおっぱいおっぱいパイパイ、おっぱいパイパイ
ぱいおっぱいおっぱいぱい。え、電話ボックスいっぱいあるんだけど、電話ボックスいっぱいあるんだけど、え、っていうかさ、ここでいいの？これ合ってる？先行けんじゃないこれ。また先行けんじゃないこれ。あ、なんかある。なんだあれ。え、現ナマなんだけど。聖書もあるし、パワフルリビング、独立個人 NGO 月光仮面月光仮面名乗る男性66歳。ああ、ボランティアでやってんだ。昼も夜も問わずね、ずっとやってんだよこの人。リーマンショック後とんでもない世界だって。ああ、ここは公衆3号ですって書いた。3号ね。ってことは2号はっていうか、本当にすげえな。結構その自殺の有名スポット行ってるけど、ここまで激しいのすごいな。何これ真っ暗なんだけど。怖いんだけど、ここ何これくっそ怖いんだけど。あ、電話ボックスじゃないや、バス乗り場だ。うん、バス乗り場。くっそ怖い、ここ。え、カニ丼、みんな見えないね。カニ丼、イクラ丼、カニ飯、ウニ丼だって。うわ、これ昼間来たらいいんだな。昼間来るべきだったな。え、あれ真ん中の人？え、人？人立ってる？え、人？標識か、標識か。びっくりさせんなよ標識。マジでよ。ちょっと怖くなってんだから。マジで。あ、入会ありがとうございます。ありがとうございます。さすが東尋坊だな。さすが。
だけど、ちょっとマジで怖いんだけど。さすがだな、やっぱ7時間かけて来ると違うな。いや、なんか声がすんだよ。もう人いそうだけどね、人いそうだけどね。これ貸し店舗か。人はいそうだけどね。これ駐車場なのかな。遠いな。東尋坊って言っても遠いんだ。あ、車ある。え、車ある。え、車ある、あそこに。え、入れんじゃんか、ここまで。どうやって入ったんだろう、あの車。右に車があった。これの上っつったらいいのかな。どうやって入ったんだろう。車止めあったよね。なんか地元の人が知る裏道があんのかな。怖っ。誰東尋坊とかかな。東尋坊さんかな。なんだこれ。これ東尋坊？
声聞こえる。人いるよね。あ、びっくりした。人いる人いる。人いる。人いるよ。うん、びっくりしたびっくりした。人いた人いた。いや、普通に人いた。びっくりした。マジ超盛り上がってるわ。マジ超盛り上がってるよ。うわ、すっげえ、ここ危ない危ない危ない。これ危ねえな。ちょっと待ってね、足元見ながら歩くわ。これシャレならんわ、東尋坊。見える？これやべえ。これはやべえ。これはやべえぞ、おい。これはやばいぞ。なんじゃこれ、危ない危ない危ない。これは事故るぞ。すっげえな。いや、すっげえこれ。これやばいね。危ないね。左、若者は左でなんか騒いでる。俺より全然低いところでやべえやべえとか言ってる。なんか草の平地のしょっぽいとこでやっべえやっべえとか言ってる。マジでクソチキン。見ろ、俺これ岩場ゴツゴツ、いつ落ちても仕方ないようなすごい高いとこにいる。完全に俺の勝ち。神奈川県から来たニコ生主の勝ち。勝ち。地元民弱すぎ、下見たい。ちょっと待てよ、足場探すわ。少し大丈夫そうな、ないけど。ちょっと待ってね、ここから降りれば。危ね、よし。いや、ちょっと待てよ、本当に足に汗かいてきた。嫌な汗かいてきた。滑ったらおしまいだなこれ。ちょっと待ってね、ガチで探す、ちゃんと。ちょっと待って。ちょっと待ってね、これやばい。しゃがんで立ってない方がいいな。シャレなってない。これシャレなってない。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 シャレになってない。シャレになってない。シャレになってない。これ以上ごめん、前行けない。これ以上、俺高所恐怖症なの。やばい。ちょっと、無理。ごめん。お化け怖くないけど、高いとこ怖いの。ごめん。お化け怖くないけど、高いとこ怖いの。東京タワーも、俺エレベーター乗るのが嫌で、もうなんとか行きは乗ったんだけど、帰り怖くって俺非常階段で降りたぐらい高所恐怖症なの、これ同じ高所恐怖症なのは、普通の人は階段の方怖いじゃんと思うかもしれないけど、多分同じ高所恐怖症の人は分かると思う。俺みたいにすると思う、やばい、ここやばい、ちょっとやばい。ちょっとどうしよう、もうちょい安全なとこないかな。もうちょい安全、
アンチないのここ、アンチないのここ、あ、こっちは安全じゃん、ほらこっち安全、うん、アンチないん、うん、すごいわここ、すごいわここ、ただちょっと若者がいるおかげで雰囲気はないね、うん、なんかすごい怖いとか高所恐怖症ぐらい、うん、いやこれすごいわ、これはすごいわ、これはすごいわ、これはやばいわ、ヤバさのデパートだわこれ、うん、これさ、これわかるかな、これ踏み外したらこれ死ぬんだわ、ここ、これわかるかな、ここ歩いてて滑ったら死ぬんだわこれ、うん死ぬんだわ、うん、死ぬの、なんかちょっとそれ考えたら足が震えてきた足が震えてきた、下に網張ってんの、張ってなかったよ、みんな見たでしょ下、ねえ見たでしょみんな、網なんか張ってなかったよ、ちょっと周り見に行ってみようか、ここにずっといてもしょうがないから、危ない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 よ、本当に危ないよ、ここシャレなってないよ、ここちょっと危ない、なるべく真ん中に寄ってこう、真ん中に寄ってこう、真ん中に寄ってく方式で行こう、おっとっとっとっつったらそのまんま死ぬもんね、システム的にそういう風に作ったらもんね、これピタゴラスイッチみたいにね、おっとっとっつったらそのまんまポン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 って死ぬもんね、危ないっつんだよ、よし、危ない危ない危ない、滑った、危ない、ほらね、これここ歩けるのかな、いやダポム連れてこれない、ここはこれはちょっとシャレ、あいつ絶対落ちるもん、あのダポムくんつって一緒によく心霊スポット行く仲間がいるんですけど、痛風なんですよ、ちょっと待って、これブッシュブッシュ、ここブッシュ、これ来てよかったの、これブッシュこれ大丈夫、全ちゃんこれ来ちゃってるけどブッシュなんだけど、これこれこのまんまこのまんま行ったら落ちて死ぬっていうシステムじゃないよね、そういうことじゃないよね、そういうシステムは搭載してないよね、これお、なんだこれ、え、なに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 、え、これダメなやつじゃない、この先、うわえ、この辺からスポット、あ、ごめん、ちょっと待ってね、え、こっから飛ぶの、オシマってもしかしたら明るいところ、向こうの位置的に多分あの辺大島なのかなって、大島、いや行く行く、この後行くけど、いやこれ行けるんだわ、だただちょっと怖い、結構な坂だから
そのまま行って落ちるシステムだったらやばいから、あ、じゃあここで飛ぶんだ、ここで飛ぶんだ、ここで飛んじゃうんだ。あれ、さっきまで俺がいたところ、あの辺、さっきまでいたところ、俺いや、すげえな。この上はいけないのかな。ちょっと待ってね。なんか先あるけどな。いや、ここでダメだ。もうこっから人立ち入った感じじゃないわ。いや、怖え。あ、電話ボックス？電話ボックス。うん、1と2ってどこにあるんだろう。もしかしてさ、3より手前なのかな。3よりこっち側じゃなくて、3より向こうなのかな。いや、多分いる。え、ヘビいるの？ちょ、先言ってよ、そういう情報は。小出しにしないで、そういう命に関わる情報は。小出しよくない。ああ、若者、あの左の駐車場に止めてんだ。左に、こっち。ということはさ、電話ボックスってもしかしてこっちか？そっちの駐車場か？もしかして。あれ、大島って書いてある。え、歩いていけんの？大島って、大島って何？歩いていけんの？いや、これ車で行った方がいいよね、一回戻って。車に戻って一回行った方がいいよね。車に戻った方がいいよね。あ、これいいじゃん。これ取っとこうか。え、歩いて行った方がいいの？歩いた方がいいの？車って言ったら多分いいと思う。うわ、何これ。おお、おいえ。天然記念物名勝東尋坊。絶壁の部分を東尋坊って言うんだ。ちょっとよくわかんないな。
い立派なお地蔵様だ。星ままで歩いていくととある看板がある。マジで。てか遠くない？さすがに遠くない？いや、なんか橋の手前に駐車場があるっぽいのよ。橋の手前に駐車場があるっぽいの。だからそこに止めて行った方がいいんじゃないかなと思って。ただ電話ボックスがわからない。電話ボックスどこにあるんだろう。もっと島寄り。さっきの観音像の反対方向、これの反対方向、これの後ろってこと？これの後ろなんだ。じゃあ、あそこずっと行くやつ、回れ右してトイレの階段のところにあった。トイレがどこだっけ。現在地。あ、やっぱ向こうの駐車場だ。向こうの駐車場だね。どう行けばいいんだこれ。その辺左か。右のトイレ、海を前にして右ってこと？ちょっと移動する車で、じゃあ向こうの駐車場に。どっちがいいんだろう。うん、それがいいね。大島の駐車場じゃなくて、もう一個の駐車場の方に移動するのが一つの手かも。もうここ行ったらいけそうなんだけどな、うん、ちょっと行ってみよう。とにかくうるさいんだよ。すっげえさ、わざわざ神奈川からこっち来てんのにさ、ちょっと自重してほしい、本当に。あんなのに話聞いたってさ。いや、なんか先輩がここに来た時、
足掴まれたみたいで、そしたら先輩頭おかしくなっちゃって、電柱に急に頭ぶつけ出して、もう血出して救急車で運ばれたんですよ。それから先輩行方不明。どうせくったらねえこと言うからさどうでもいいこと言うからさ、経験上経験上こういうこと言うから、結構の坂だなこれ。ここの商店街の方が怖いね。なんか変な声するしさ、この商店街の方が怖い。あれが怖いんだ、あれが、この標識が怖いの。ほんと人かと思った俺。よいしょ。あ、ここ売ってるよ。ゲットさん売ってる。ゲットさんゲットできるよ。びっくりした、車いいスピードで来るんだもん、怖いよ。速いスピード出したら怖いじゃん。かなりの速いスピードで来るんだもん。よし、じゃあちょっともう一個の駐車場に移動します。東尋坊の中の、大島もっと怖いかもしれんね。うん、今日は6月7日水曜日です。あっつ、あっついわ。ちょっと待ってね、充電した方がいいか。あ、充電あれでいいか、向こうで直でいいか。よいしょ。結構車多いな。あれ、そっから出れるのか。そっから出れるのか。出れないじゃん。そういうとこだよ、そういうとこだよ。目的地周辺です。音声案内を終了します。あっつい。あ、ピントが、ちょっと待ってね。よいしょ。暑いぜマジでこれな。死者の怨念が俺を熱くする。
これかな。この人も閉まってるよ。これじゃないの。あ、これか。これか。これが裏東尋坊か。これは裏東尋坊だね。はいはい。で、駐車場はこれ？違うね。違うね。そうじゃないね。駐車場はどれ？あ、これで駐車場か。これか。びっくりしたー、びっくりしたー、びっくりしたー。なにこれ、なにこれ、なにこれ、びっくりした。ちょっと見に行こうよ後で。あ、びっくりした。鍵閉まってる。なにこれ、なんで電話ボックス鍵閉まってるの。びっくりした。すっげえ、あんな初めて見た。あれしかないよね、やっぱね。じゃあここ止めようか。ここ止めたらダメか。ここ止めようか。止めたらちょっと遠いか。電話ボックスのとこいいか。電話ボックスのとこ止めるか。マジで今年、わ、すごいね。ポケモンスポットになったおかげで。ポケモン万歳だよ、マジで。ポケモンは世界を救うんだな。ピントが直んなくなっちゃった。ねえこれ何？ねえこれこれ何？これ。写真撮るか。パト
トロール用の何かなのかな。え、嘘。え、これそうなの。え、これ亡くなった人たちのなの、ものなの。え、嘘でしょそれ適当言ったでしょ、適当言ったでしょもうやめようってそういうの、よくないよ。うん、展示なんかしてないっしょこんなところに。これこれ見ようがしに。すっごいねこれ。電話ボックスどこだろう。こっち歩いていけばいいのかな。あずまや近く。あずまやってどこにあるんだろう。かっこいいあの車。え、何？林を抜けていくと近道。林がどこにあるの？向こう？林ってどこ？林？え、何これ？え？え？何これ？いや、意味がわからないかな。え、高いやつなの？じゃあ絶対あの若者持ってくね。若者持ってっちゃうね。かわいそうに。うん。そう、ゼンちゃん霊感ないんですよ。用の椅子なんだ。こっち行くってこと？ありがとうございましたって言われてんだけど。足音なんかした？こっち？ここ行くのかな？あ、これかな？生温かい、うん、生温かい。
え、下マジで誰もいないよ、おそらく。だけど車から降りろとも特にしてないし、え、ついてきてる。そういうさ、そういうさ、怖がらせるのは良くないから、そういう要素はいらないから、うち、うちは霊取りに来てるだけだから、怖がらせたりとかはしないで、かわいそうだから。全ちゃん、これ何、あれトイレ、トイレ、あった、電話ボックス、あったあった、ラジオ、ラジオが流れてる、ラジオが流れてる、うん、東京の天気予報を教えてもらった。あれ電話ボックスじゃない、じゃあ、あれ今電話ボックス見つけたんだけどな。これトイレでしょ。ほらあった、産業じゃないと。わあ、な、すげえ、なんかあれ。わ、わあ。ないじゃん、10円。ちょっとダメだって、ダメだって、ちょっと、うわ、10円ない、俺10円ない、10円ない、50円で使えたっけ、ダメか、うわ、マジか、マジかよ、もう、でも使え、これ一番だね、これ一番、うん、月光画面ここいるね、うん、いやさ、電話、あれ俺テレホンカード持ってたっけかな、ちょっとこの100円はさ、マジでここで本当にもしこれでさ一人命つなぎ止めれたらさ、ラッキーだから、この100円は置いてってあげてんだよな。テレカあったかな、俺、あった、テレカあった、テレカあった、ちょっと電話してみる。え、どこかけるか、ちょっと。
自分とこでいいよね。自分の携帯でいいよね。これを法としては自分だよね。これあのさ、あの自分の携帯に電話かけたら、あの こっちも鳴って配信切れちゃった。切れちゃった。これ俺、これ俺、うん、これ俺。イエーイ、イエーイ。どうしよう、どこにかけよう。もう一度数減ったよ。一度数減った。うん。あれこれ減ってる？減ってる？減ってるよね。うん。え、ちょっと誰に電話？ダポムに電話してみる？ちょっと待って。寝てるだろうな。でもあいつほんと大変だからな。ちょっと待って、080-56、ダポさん寝てた？あの、ゼンちゃんだけど、今、東尋坊の一番なんかやばそうな公衆電話から電話かけてんの。寝てた？東尋坊。うん、福井来てる。7時間かけて。うん、寝てた？ほんとごめんね。でもなんか、ちょっと放送上さ、ごめんね。仕事大変？うん、今放送中。みんな聞こえてる？うん。いや、声は聞こえてないと思う。公衆電話、オンフックがないから、オンフックっていうかスピーカーがないから、うん。ちょっと待って、近づけてみんなに聞こえる。みんなごめん、一言だけ挨拶いい。ちょっと待ってね、いくよ。一斉のせ。聞こえてる？大丈夫？ダポさんごめんね、本当に。寝てる中。うん。仕事を頑張ってね。落ち着いたら行こうね、またね。うん。あ、本当に？うん。あ、本当？じゃあみんな期待してるよ。連絡ちょうだい、そしたら。うん。あ、マジで？じゃあ今月やれそう？
マジで、じゃあやれる日連絡ちょうだい。優先的になんとか、あ、頑張って開けるわ。ああ、ほんと。そっか。OK です。うん。ありがとうございます。じゃあ連絡ください、大丈夫な日。うん。それじゃあ明日来てくれるかな？あ、ありがとうございます。じゃあ、おやすみなさい。ごめんね、ほんと、夜分遅く。うん。はい、おじゃね。うん。幸せの電話ボックスだな幸せの電話ボックスだったな。あと13あるけど、うん、これはちょっと取っとくわ、うん、もしも俺に何かあった時にちょっとあの彼女に電話する用のテレホンカードだから、これ俺、うん、これはちょっとこれ以上使えないどう、なんかさ、高齢日あったっけ、電話ボックスでできるなんかあったっけ。おしま行った方がいいのかな。全裸になってもさ、俺晒しもんだよ、こんな明るい暗い中で、明るい中でさ、うん、そこでにないんだよ俺、ここ寄付しちゃったから寄付しちゃったから、うん、じゃあ、あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、みんなちょっと待ってこれテレホンカードだうん、返してもらう。そっかそっか、返してもらう。これでも分かりにくいよね、テレホンカードってね。うん、いやだってテレホンカードだったから、うん、これ返してもらう。それやっぱり、うん、いや格好悪いって、だってテレホンカードあるからもういいじゃんもういいじゃん。聖書どうなんだろう、これで食いやめる人いるなのかな。まあ自殺は良くないことだからね、教えはね。だからそういう意味で止めたいんだろうね、うん、あ、なるほど、裏返した方がテレホンカードって分かりやすいよね。分かりやすいよね、確かにね、分かりやすいよね。こうしとこうか、こういう風にしとこうか、こうしとこうか。あとこれ度数少ないから度数多い方にしとこうか。ちょっと待って、こうしてこうしとこうか、こういうふうにしとこうか。ね、これで、うん、いやだから俺お金もここのテレカも使ってないから自分のテレカを使ったんだからね、ちゃんと、うん、出してワンちゃんのやつ使ったんだからね。しかも100円置いてこうとしたんだからね、俺これテレカって気づかなくってね。うん。いや、だから使ってないって俺は。うん。ね。はい。ね。いやいや、違うよ、ちょっと。いや、俺のテレカ、だってこれもうテレカあるから大丈夫じゃん。うん。ね。はい。じゃあちょっと一旦出ますわ。ちょっと、あ、何これ、あ、清掃だ、清掃記録だ。うわ、すげえ。ちょっとさ、これさ電話ボックス開けるとさ、海だよ。これ位置的にこっちの方がいいんじゃないかな。開けたらこっちの方がいいんじゃないかな。ちょっとふと思ったんだけどまあ無粋か、それは。うん、あれ大島なのかな。いやいやいや、死ぬからね、うん、ほんと死ぬから、普
普通に死ぬから、風すごいね。ここが1番ってことは、あの入り口が3番でしょ。2番はどこだ。2番はどこだ。おそらく3までなんじゃないかなと思う。3が東尋坊の本当にようこその入り口にあったんで、これ石碑ってあ、トイレはね、ちょっと読んでみたんだけど、女子トイレになんか噂があるんだって。で、男子トイレはないんだって。何だろう。みんな無茶ばっか言うよ。本当にみんな無茶ばっか言うよ。ラジオ怖いんだけど、ラジオマジ怖いよ。このお店の中から聞こえる。ちゃうともうないんじゃないかな。あ、びっくりした。何これ。あ、これさっきのだ。あれ、え、2番ってどこだ。これさっきのとこ来ちゃった。もうちょい先、鍵のが2番だったらもう2ないよね。え、ここさっき来たよ。これさっき来たよ。え、これ電話なの。え、これ電話なの。嘘でしょ。違うよ、これ1だよ。これ電話ではない。あ、1号写真撮ってないや。まだいる、まだいる。その先、じゃあこっち行くってことか。こっち歩いていくってことか。アバコどうも。これトイレ？歩道を上がって？歩道を上がって？この上に上がるってこと？え、上に上がるってこと？まあ、とりあえず動画では撮ってるから、まあ
諦めて行きましょう。建物の横、建物だらけなんだけど、あ、ダボさん今月1日何とか行けるかもって。で7月8月はちょっとさすがに忙しいから無理だけど、今月行けるかもって。あ、ちょっと分かんない方言うと、あの僕とよく心霊スポットに一緒に行く仲間のダポム君っていうのがいるんですけど、まあ大人気で、全裸いらないからダポム出せって言われるぐらい大人気なんですが、その方が先ほどあの命の電話からちょっと電話してみたんですが、はい、今月大丈夫だよって。え、全然わかんねえ全然わかんねえ。うん、迷子。もうおしまい行く？ OK 行くか。でも2番見たかったな。うん、分かんないもんな。建物、この建物かな、この建物かな。そのおしまいってなんか死ね、死んでおしまいみたいな感じに聞こえるじゃん。これかな、これ上がってみる。いや、ないね。そう、まだいる。ねえ、もしかしてさ、さっきの公衆電話だったのかな。そこ、さっき通ったとこ。2番なくなっちゃったのかな。失われた2番、テレビで見たのは違う。うん、案内図あるんだけど、電話ボックスの位置は書いてないんだよね。案内図はあるんだけど、チャラリラチャラリラ電話、2番の電話ボックスですね。今の位置から左、左はさっき歩いてたとこだね。左は、海側はさっき歩いてたところ。ね、3番が東尋坊へようこそにあったんで、まあ、少なくとも 1,2,3 はあると思うんだよね。少なくとも、あ、ダボさん来てんの。ごめんね、ダボさん、マジでごめんね、起こしちゃって。
東尋坊邸より海側の建物の横、東尋坊ってどれ、これ東尋坊邸わかんねえよ俺、神奈川の人間だから東尋坊邸とか言われたってさ、東尋坊邸なんて知るわけがないよ。東尋坊邸、ちょっと待ってね、うん、書いてないな。ゆらみこらみ、あなたの反対方法行くわ。あ、こっちか、これがあれか。海を正面に左に行けばあったはず、うん、左に行ってたんだけど途中で引き返しちゃったんだよね。うん、途中で引き返しちゃった。まあ行こうか、また行くのもあれだよね、大島に移動しようかなと。うん、ちょっとぐだっちゃうかなと思うんで、また行っても気になるのはなんか 足音がしたっていうのと商店街の声かな。俺はここで なんか取れてるといいんだけどな。うわっ、びっくりした。動くなよ動くなよ動くなよ、びっくりするからな。あ、首輪ついてる、フェアだなあいつ。見上げた猫だ、フェアだ、フェアだ。大島の方にちょっと移動かけます。あれなのかな、もしかして。あ、それは違う。いや、また同じとこずっと歩いてることになるかな。しかもほら若者いるからさ、うるさいしさ、なんかちょっと微妙だし。それだったら大島行ってみた方がいいかなと思って、時間的にも。よいしょ。なんか大島の方がやばいんでしょ、なんかその地元の人曰く大島の方がなんかハイパー化した幽霊がオーラロードを駆け巡ってんでしょ。